安全っていうのはもうめちゃくちゃ大きな要因なんですよ。確かに夜道毛穴開いて歩けるじゃないですかそうですね、大手を振って歩くかもしれないですね。ね、酔っ払ってヘラヘラしながら歩けるじゃないですかこれだけですごいことだからね。経営戦略サミット来年1月開催、出演者はこちら。詳しくは概要欄のリンクをチェック。あの後半の方ではですね、うん、その海外人材のセグメントの方のお話聞きたいと思うんですけど、はい、ちょうど5年ぐらい前に11カ国ぐらい IT エンジニアの、うん、まあ、優れている国全部視察に行って、ベトナムから韓国から中国、アメリカのシリコンバレーからインド、うん、いろいろ行って、インドのベンガルールっていうところが、うん、素晴らしいねっていうふうに、その当時17時間もかかって経由で行ってたわけですよ。であんまり日本企業が出て行ってない、英語喋る国なんでプログラム言語って英語だし、うん、で、まあ、日本語は現地の日本語学校と提携して、まあ、N5、N4、N3 ぐらいまで頑張ってもらって、はい、うちで日本に来て N3、うん、N2、N1 っていう感じで、まあ、日本語教育も含めて、まあ、提供できる、うん、でこういうとにかく日本の、そのこれからずっと減り続けていく市場っていうことは、この市場に参入すれば伸び続けていけるっていうことなので、日本語がペラペラな外国人じゃなきゃ嫌だという今の、あの現状っていうのも、徐々にもう一次産業のように外国人の労働者がいないと立ち行かない状況が必ず来るんで、外食とかコンビニとかもうすでにそうですよね。もう絶対この市場ってもう伸びるしかない市場なんで、だからそういうまず大きな市場に参入したかったっていうことと、日本は人口減少で、インドは人口が増え続けてるわけだから、人口に対して職がないっていう、なるほど、こっちの方が深刻なのね。日本の逆転現象ですよね。そう、深刻なの。だから世界中の先進国が有り余っている人口問題をちゃんと受け入れるという形で解決をしていかないと、世界のパワーバランスがおかしくなってくるというか、そういうことも含めてすぐにバーンっていく事業じゃないことは分かってはいるんだけど、はいはい、あのものすごく中長期的に伸ばせていける事業なの でなので海外人材事業に、まあ、大きく軸足を切って、特にコロナが、まあ、ほぼ明けた状態で、まあ、コロナワクチンで伸ばしていた子会社の事業も売却をするという形で収支法を打って、で、マーケティングも B2B に軸足を移し、そして海外人材事業も、去年作ったイエイっていうメディアは、はい、あの1年で2万5000人近い世界90カ国の、はい、あの IT エンジニアが登録をしてくるぐらい、ものすごい勢いなんですよ今、はいはい、で、はい、今その海外人材扱ってる業界最大手で10年で4万人ぐらいのプールなんで、それをうちは1年で2万5000人ですからなるほど、もう仕入れ能力に関してはものすごい状況になってきて、集客力のノウハウの違いですね。でインドの、海外人材に関してはもう弊社のプールに1万数千人、日本で働きたいという、そういう人たちをあのプールに囲い込んで、なので紹介で、する人材は山ほどいて、はいはい、ただそれを受け入れてくれる日本企業をあの説得するのが、はいはい、今すごくフェーズとして大変な時期だけど、でもどうしようもないという状況が来たら一気にガンと伸びるだろうっていうのがまずありますね。一つは政府が補助金とか出し始めたら、僕ら教育業界にいたから、昔教育訓練給付金っていうのがあったんですよ。習い事するんだったら政府がいくばっか出してあげますよみたいな、社員教育したらですよね。そうそうそう、あったよね。あった、そういうのがあって、で必ず人材に関してもそういう状況がやがては来るだろうし、待ってる間に競合がどんどん増えてもしょうがないから、うちは今のうちから膨大な数の仕入れ能力を持って、でインドに関しては全県が日本一仕入れ能力あるよねっていうふうにもうなりつつありますから。そうですよね。で中国人やあの韓国人やベトナム人も優秀な人は世界中にいくらでもいるんだけども、まあ総じてあのインドのベンガルールはあのいわゆる聞いたこともないような会社がベンガルールに行ってポーンと企業説明会やりますって言ったら、どのくらい集まると思います？500人ですよ。僕らも一応上場企業の足くれですけども、日本で日本人の IT エンジニア募集しようと思って100万200万かけて求人打ったら5人か10人です。なるほど。一人も取れませんみたいな。
あのそんなレベルの違いがあるので、うん、とにかく人なんですよ、うん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 、でレベルは高いんですよ、うんうん、で最初の10ヶ月日本に来てたどたどしい言葉のやり取りの億劫さを乗り越えればもうめちゃめちゃ優位に運べるんですよ。これから林さんのフェイスブックでもなんか厳かに、はい、調印式されてる写真もあり、はい、あ、そうですね、で最近のはなんか和気あいあいとお勉強中の、ね、林さんのフェイスブックもあれは人材増えてきたなと。あれあの海外人材実はすごいことで、インドの政府直下のもうほぼ国のような、日本で言えば経団連と国が、まあ、51% と 49% ずつ出し合って作った、うん、そういう NSDC というところと、いわゆるインド人介護人材とインド人 IT 人材を弊社を通して安定供給しますって MOU を結べたんですよ。これ5年間の実績があってそうなったんで、ここもすごいことだし、早くから行ってちゃんとコミュニケーション取ったからですよね。じゃないとなんか一朝一夕にできるもんじゃないですもんね。大学の中にあのベンガルールで初めて日本企業としてキャリアセンターを作って、その中で日本企業で働きたい人をつって募集して、日本って円が安いから、うん、あのアメリカみたいに魅力がないから、うん、日本に来たい外国人っていないんじゃないのってよく言われるんですけど、全然そんなことないです。なんで日本に来たいのって言ったら、うん、安全安心、食べ物おいしい、文化が楽しい、四季折々、うん、もうね外国人からしたら日本人には分からないんですけど、この安全っていうのはもうめちゃくちゃ大きな要因なんですよ。確かに夜道毛穴開いて歩けるじゃないですかそうですね、大手を振って歩けるかもしれないですね。ね、酔っ払ってヘラヘラして歩けるじゃないですかこれだけですごいことだからね。ああ恐れますもんね普通、本当にこれだけすごい。だってそんなヘラヘラ酔っ払ってフラフラしてたらもうすぐ財布取られるし身ぐるみ剥がされるしみたいな世界だから全然違うんですね。そこは土台作りみたいなのが、はい、引き続き継続ですよね。まあ、要はその資料にも書かれると思うんですけど、うん、継続的にそこに投資していくっていうふうに明確に言われてますもんね。 その意思表示があの社名変更なんですよ。あ、創業は教育事業で、うん、で全権本社株式会社って4文字熟語で、うん、でもその創業がやってきた留学事業から、うん、日本語学校から、うん、様々な教育で培ったアセットがあるから、うん、現状のコンテンツマーケティングの競合優位性であるその核っていうところの優秀なスタッフがもともとからたくさんいるし、創業の力を海外人材やコンテンツマーケティングに生かせているっていうところがあって、本当は弊社も IR ロボティクスみたいなかっこいいかっこいいね横文字の名前に本当はしたいんですよ。したいんだけど、創業へのやっぱり敬愛とか尊敬とかそういういろんな思いがやっぱり50年弱やってる会社なんでいろいろあってね、だからもうこれはあの一択で、あのもうそのまんま全権株式会社にしました。インドネシアでの、介護人材っていうのも継続投資中。そうです、 IT 業界の人たちが突然介護事業者さんに、外国人入れませんかって言ってもなんかうさんくさいなと思ってで実際自身で、うん、あの介護施設を買収して、うん、埼玉の久喜であの3施設やっていて、そこに弊社のインドネシアの介護人材を供給して、うん、今おじいちゃんおばあちゃんたちにすごい喜ばれながら一緒にご飯食べさせてあげたり、いろんなことをやってます。いわゆる会社でいう研究開発と今か言いますか、その R&D の領域だと思うんですけど、実際どうですか、やってみて。知事産業と同じような状況の次に来る、うんうんうん、もう一番逼迫する問題でしょ。だって、まあ、だって第一次ベビーブームの、ね、人たちがどのくらいになるんだ。200万人400万人単位で、ね、うん、でしょ。で高齢者になっていくと、うん、だからもうものすごいここビッグマーケットですよね。確かに、まあ、現に今その今日現在上場している、うん、まさにその、まあ、サービス付き介護施設とかの会社の評価も高いのもやっぱそこありますよね。そうですね、うん、そこに対しては外国人をまだ送り込めなかったりするんですよ、うん、そういったところって、うん、いわゆる介護施設として認定されてないんですよ、うん、その高級デイケアサービスみたいなところは、うん、そういう法律もやがては現状にアジャストしていくと思ってるんですよね。なるほど。今
企業の責務として、身体障害者の方を一定のマンパワーに対して何人以上雇わなければいけないみたいなのってありますよ ね, そういったのがない時代と、それができてからでは、その障害者採用の企業の成長度っていうのは全然違ったじゃないです か, 確かに。同じことが必ず海外人材の世界でも来ると思いますし、もう物理的な問題だから、物理的な問題、そう、先に行って今林さんは待ってるわけですね。そうだからそうメインの事業がまだ伸ばせていけるから、うん、こっちを全然投資できるし、うん、みたいな状況ですね。全権って、どう売上構成だったりとか、そこの中身ってどうなのって話なんですけど、うん、ほぼストックなんですよね。そうです。これ結構知らない人多い説。あ、そうなの。そうそうそう、これもっと言った方がいいかもしれないなと僕思いましたね。6月決算締めたら7月からゼロスタートじゃなくて、うん、もう昨日終わりの数字からスタートですもんね。もちろんもちろん、もちろん、まあ、だからそれがあるから林さんが読んでるその海外事業も投資できるわけですもんね。弊社は財務体質的には余裕のある会社なんで、うんうんうん、ゼロからでもやれるんですけど、うんうんうん、まあ、メインのこの事業があって、うんうん、でそこが安定的に伸ばせていっていれば、うん、爆発する伸びしろを投入したことで投資価値が出るだろう、はいはいはい、誰よりも思ってるから、うん、我々が自社株買いをしました、うん、ということなんです。自社株買い、はいはい、これ以上の投資対効果のある、はいはいはい、投資はないだろうと思って、それを一番信じているのは僕なんで、うん、まあ、なのでやったということです、うんうん、国の政策の意思決定一つで、うん、まさにその銘柄にダイレクトにその出来高とか、ね、まさに株価の変動とか、うん、まあ、いろいろ起こってると思うんですよ、うん、林さん感覚的にやっぱりその海外とかって どのぐらいざっくりでもどのぐらいでその国がそういった政策として関わってきそうだなって思われてます？いや、もうすでにいろいろな分科会が立ち上がり、もう介護なんて5年間で日本語で書かれた難解な介護の資格を取らないと国に帰らなければいけなくなる。在留資格がなくなるわけですよね。そうです。介護の資格を取らせるためのコフォート教育、コフォートっていうのは二人三脚という意味、はい、うんうん、ライズアップさんがやってるような頑張れ頑張れっていうような、うん、そういう日本語教育を施しながら介護の資格を取らせていくようなことをうちでやってるんです。やっぱり政府からすれば、やっぱりセーフティーに行きたいじゃないですか、うん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 、例えばサプリメントの業界で海外で医薬品だったからといって、うん、問答無用で日本でも医薬品として認可がされるかっつったら、日本で日本人の体質、日本の人の腸の長さで何年もいわゆる試してみて何の健康被害もないっていうのを確かめないと国って OK って言わないじゃないですか。そうですね、ここはセーフティーになっているとはいえ、うん、もうその一次産業のように切羽詰まった状況がもう来てるわけじゃないですか、うん、だってどこの会社もみんな採用が採用がって言ってるわけじゃないですか。そうですね、本当に時間の問題だと思うんです。夜明けは間もなくですか、はい、で国自体がそうやってうち我々民間企業と国の直下の団体が提携しようとしたりとか、はいはい、まあそんな事態ですからね、うんうんうん、今も含めて、うん、大きく会社が変わる瞬間な時期 Now ですね。私が入って教育しかなかったところに IT 事業を立ち上げたっていうところはまず大きいですよね。変化ですね。それから私が社長になって上場を目指し始めたっていうのも、まあ、もともと別にうちの会社上場するつもりじゃなかったんで、これは2年前のジャパンストリートチャンネル第1話をぜひ見てください、はいはい、まあ、上場して、うん、で海外人材やって今こういうふうに IR してる時点で、うん、まあ、本当に第3期大きく変わる 3回目のチェンジ、しかも社名を変更するっていうぐらいのことをやったわけですから、ね、創業者もまだバリバリ元気ですからね。バリバリ元気。諸先輩方もたくさんいますからね。こんなに長くやってる会社ですから、うん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 、まあ社名を、ね、変更するとかって、まあ外野の人はね、うん、なんかかっこいい横文字の名前をいろいろ言ってきますけどね、うん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 、いやちょっとないなと思いましたね。全権本社を全権にと、はい、いうことですね、はい、大きな目で見たら社名変更なので、まあ、第二創業に近いかもしれないですけど、まあ、事業単位で言ったらまさに3回目になるんですかね、うん、そうですね。だから変革の時と、はい、いうことですね、はい、日本航空さんが JAL って、ね、ロゴマークバーンと書いて結局また鶴のマークに戻ってみたいな下りもあったでしょ。だからやっぱりこういうことってすごい大きいことだと僕は思うんですよ、うん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 、なのでやっぱり簡単に聞いたことのない名前にするよりも、うん、まあ、全権という名前
あの今でもうちの自社ビルね何本かあって全件って書いてあるわけですから、ねはいはいはいまあ、簡単なことじゃないですよね。はい、林さん暑いですね。はい、はい、じゃあ林さん次また2年後ぐらい、はい、まあ1年後でもいいのか。ぜひあのこちらでお待ちしてますので、はい、はい、ということですね。今日はアルファベットに変わった全件の代表の林さんにお越しいただきました。林さんありがとうございました。ありがとうございました。